報告になりますので、本日の、計算科学技術論 B の講義を始めていきたいと思います。今日も、筑波大学の高橋先生に講義をしていただきます。タイトルも、大規模系の、高速風量変換2ということで、講義いただきます。よろしくお願いします。お願いします。ご紹介いただきましてありがとうございました。筑波大学の高橋です。先週に引き続きまして、本日は大規模系での高速風量変換についてお話しさせていただきたいと思います。今日の講義内容ですけれども、まず最初に、自動チューニングというこのキーワードを聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけれども、並列3次元 FFT における自動チューニングについてお話ししたいと思います。その次に、2次元分割、先週MPI における分割の仕方ちょっとお話ししましたけれども、並列3次元 FFT において、2次元分割を使うとどうなるかという話をします。で最後に、GPU クラスター、最近はGPU ですとかマイクなどのアクセラレーターを使った計算が盛んになってきてますけれども、GPU クラスターにおける並列3次元 FFT の、どうやって実装するかということと性能評価の例を示したいと思います。でまず、並列3次元 FFT における自動チューニングですけれども、先週の授業でいくつか並列 FFT を MPI を使ってどういうふうに実装するかという話しましたけれども、実際に性能を引き出そうとすると、例えばキャッシュブロッキングのパラメータですとか、先週言った奇数といってラディックスというのをどういうふうに設定すればいいかとか、あと通信方式ですとか、さまざまな性能パラメータが存在します。ただその最適な性能パラメータというのはプロセッサーのアーキテクチャですとか、ノード間を結合するネットワークですとか、あと問題サイズですとか、キャッシュのサイズですね。もういろんなパラメーターがあって、それがちょっと変わるだけでも最適な性能パラメーター変わってきちゃうわけです。でその時に例えばマシンを入れ替えたとか、問題サイズがちょっと変わったっていう時に、その都度なんかハンドチューニングって言って手でチューニングするっていうのは結構大変になりますし、手でやったとしても本当に最適なパラメーターが得られるっていう保証はないわけです。ということで最近は自動チューニングっていう技術が注目されてます。で FFT でもFFTW っていうものが FFT において自動チューニングを最初に導入したライブラリとして有名ですけれども、その他にも、スパイラルっていうライブラリですとか、あと UHFFT とか、こういう自動チューニングを使った、FFT ライブラリというのが、かなり使われるようになってきています。それで、今日お話しする内容は主に3次元 FFT なんですけれども、先週ちょっとお見せしたかもしれないんですが、並列3次元 FFT を計算するとき の離散風量変換の定義はこのような式になっておりまして、3次元のこのサンメーションがあるんですけれども、それに対してオメガっていうエクスポネンシャルの値をそれぞれにかけてやるということを行います。それで、3次元の FFT を行うときには、こちらの、XYZ のそれぞれの軸に対してそれぞれ、FFT を計算してやって、ただその都度次元の方向を変えてやらないと、変えてやるっていうのは連続にメモリがアクセスするような方向に転置を行ってやらないとパフォーマンス落ちますので、先日ちょっとお話した6ステップ FFT と同じようなやり方で行列をその都度転置するということを行います。ですので3次元 FFT の場合は、この場合は Z 方向から始めてますけども、 Z 方向、Y 方向、X 方向とそれぞれ、FFT をやってその都度転置を行うという、手順を、行います。それで、先週ちょっと説明したキャッシュブロッキングを使った3次元 FFT アルゴリズムを MPI に拡張したものがこの、図になっておりまして、これはこの図だとちょっと都合で2次元っぽく書いてますけども、実際3次元のデータを対象にしています。で基本的には先週お話したのと同様に、いっぺんにデータを展示するのではなくて、キャッシュに入る容量の分の長方形だけこう切り出してきて、その上で、Z 方向、Y 方向、X 方向という FFT をやると
ということを行います。それで、全体全通信というのがここで発生してますけれども、1回は全体全通信を行わないといけないということになります。それで、この一番左下のところで、一番左下と左上のところを見ると、データの配置が異なっていることに気づくと思います。左上のところは N1 っていうものが一番左のディメンションになって N1、N2、N3 なんですけども、一番左下のところを見ると N3、N2、N1 ってなってます。それで、ちょうど添え字の順序が逆になっているということがわかります。それで物質科学のアプリケーション等で畳み込みの計算をするっていうような時には、この途中の結果が先週お話したビットリバースとちょうど同じような話なんですけれども、途中の結果が順番になってなくても、この周波数領域で畳み込みをしてやって、また逆変換をしてやれば元に戻るので、こういう場合はオールトール1回でいいということになります。ただ周波数領域でもちゃんと順番に並んでなきゃいけないときは、この一番左下のところからもう一度この一番左上のこういう順番になるようにオールトゥオール通信を使ってコミュニケーションを行わないといけないので、通信が2倍になってしまいますから、性能という観点からあまり望ましくないので、できればこういう左下の添付された出力というものを使った方が、性能としては上がるということになります。それで、次に自動チューニングの手法についてお話したいと思うんですけれども、先ほど冒頭でもちょっと述べましたけれども、性能に関わるパラメータとしては、大きく分けると3次元 FFT では全対全の通信をどうやってやるかということと、あとはキャッシュブロッキングサイズというものが、重要になってきます。それで、各方向 XYZ 方向の逐次 FFT ルーチンというノートの中に閉じた FFT のルーチンというのは、それはそれでまた FFTW のようなですとかインテルの MKL みたいな、十分に最適化されたライブラリというのを使います。でこのノートの中の自動チューニングというのは、またこれはこれでもうすでに確立していて、早いライブラリがありますので、それを使うと、本当はここまで自分たちで作らないといけないと思うんですけれども、計算科学をやろうとするとどうしても全てを自前で作るというのはなかなか難しくって、やっぱり一番いいのは、手元で使える逐次またはノート内に閉じたライブラリーをうまく使って、それを自分たちが作っているアプリケーションに、取り込むというのが重要だと思いますので、この授業ではあんまり細かいこのノード内のチューニングの話は、しないことにしたいと思います。それで、まずこの全対全の通信なんですが、先週の講義で全対全のどうやって全対全通信を行うかって話しましたけれども、オールトオールのこの通信が並列 FFT の実行時間に占める割合は非常に大きいです。場合によっては実行時間の大部分を占めることがあります。2年前ぐらいに私がちょっと K コンピューターの上で FFT を書いたんですけれども、その時の経験で言うと、1次元の FFT でオールトオールが3回必要だったんですけども、その場合はもうトータルの時間の半分以上がオールトゥオールで占められてたということがありました。その場合でもそのオールトゥオールの性能自体は理論ピークのも8割ぐらい出ていて、6次元の、トーラスをすべて使って、メーカーの富士通のベンダーのライブラリー書く人がもうこれ以上早くなりませんっていう、理論的にこれ以上早くならないっていうぐらい最適化されたオールトールのルーチン使ったんですけども、それでももう6割ぐらい占めちゃうということなので、非常に大きいです。ですので、FFT 自身は演算性能というよりはほとんどオールトールの性能によって、トータルの実行時間が左右されると言ってももう過言ではない状況になっています。それで、
まあ、これまでにいくつか MPI の集合通信、コレクティブ通信ですね、これを自動チューニングするような研究を行われています。でまたインフィニバンドっていうネットワーク、インターコネクトがあるんですけれども、まあ、そこで接続されたマルチコアのクラスターにおいて全体全通信をノードの中だけで、例えばフラット MPI になっているときにノードの中の MPI プロセスの中でまずオールトゥオールをやって、その後でノード間の2段階に分けて行うという方法も、そうすると、性能が上がるということが、示されています。それで、このやり方を拡張すると、その仮に P 個の MPI プロセスだったときに P イコール PX×PY というように素因数分解できるような場合に一般的にな場合に拡張することができます。でこれはどうなるかっていうと、次それでの順序が最初はですね、この N 割る P 事乗カンマ PXPY となってて、ここで PX っていうのは、MPI プロセス一次元的に配置されているものを、仮にこう2次元に MPI プロセスが配置されているとします。そうした時の X 方向の MPI プロセスを、PX といって、 Y 方向の MPI プロセスを PY とした時に、各 MPI プロセスはトータルのグローバルデータというか全データにまたがるデータの数を N とした時に、各 MPI プロセスは N 割る P のデータを持っています。ですのでちょうどこれ配列の3次元配列のそれぞれの添え字と思ってもらえばいいんですけれども、ちょうどこの添え字が N 割る P 事乗の PXPY から N 割る P 事乗の PYPX というふうに MPI プロセスの X 方向と Y 方向のデータを入れ替えるようなコピーを行います。それで、ここに書いてあるのはフォートランのノーテーションですので、一番左の、次元が連続アクセスになってますので、このコピーはそれほど遅くはないというか ほぼ連続アクセスでコピーできますので、かなり高い、メモリ転送性能が出ます。でそれをやった後で、PX 個の MPI プロセスですので、全体全通信というんでいうと、実際は全体全ではなくて、PX 個の中で MPI プロセスのオールトゥオールをやるということを、PY 組を行うということをやります。でこれをやるときはちょっとMPI のコミュニケーターというのを X 方向と Y 方向に分割しないといけなくて、ちょっとコーディング面倒なんですけども、まあ、こういうことが MPI では行います。でそれが終わった後には各 MPI プロセスにおいて、また先ほどの逆のようなコピーをやります。今度は PYPX という順番が PXPI に入れ替わるようにコピーします。それで今度は Y 方向の MPI プロセス間において全体全数字を PX 組を行うというふうにやると、トータルの通信量はですね、これ2倍になります。2段階でやるんですけれども、通信量は倍になるんですけれども、オールトゥオールが対象としている MPI プロセスが、PX イコール PY としたときに、正方形みたいになったときに、ルート P のオーダーで済みますので、対象となる MPI プロセスが見かけ上少なくなるので、こういうふうにちょっと通信量が増えても、トータルでは速くなるということがあるということを、後ほど示します。それで、今口頭でも言いましたけれども、どうしても通信量は倍になってしまうんですけれども、例えば K コンピューターみたいにノードの合計が 82,944 個とかある場合は、スタートアップ時間、オールトゥオールのスタートアップ時間が MPI プロセス数に比例することを考えると非常に大きくなっちゃいます。ですのでこの2段階で、やるということをやると、MPI プロセスが少なかったり、MPI プロセスが大きくて、かつその問題サイズがちっちゃい場合ですね、つまりレイテンシーの影響をすごく受けやすいような環境下では、この2段階の方が早いということがあり得ます。ただこの時にその
エンペアプロセスの X 方向の数と Y 方向の数っていうのは、素因数分解したときにいろんな組み合わせが出てきます。それで直感的には正方形になるようにやるのが良さそうな気がするんですけども、必ずしもそれが最適というわけではないということで、その、まあ、全てのですね、この PX と PY の組み合わせについて探索を行います。まあ、どうやるかというと、可能な素因数分解できる限り、PX と PY について、オールトールを実行してみて、一番早い組み合わせが一番最適だということになります。それで次に今度はノードの中のキャッシュブロッキングのサイズですけれども、こちらについても最適なブロッキングサイズっていうのは問題サイズですとかキャッシュのサイズなどに依存します。それでブロックサイズについても、まあ、先ほどのオールトールと同様にですね、まあ、全探索のようなことを行うことによって最適なブロックサイズを調べることができます。それで、次のページに、グラフがありますけれども、これは T2K つくばシステムの1コア、において64の3乗から256の3乗までで問題サイズを変えて、FFD を行った時の性能がどういうふうに変化するかということを示した、グラフです。それで、ブロックサイズは2から倍倍で64まで行って変化させてますけれども、問題サイズによって微妙に性能が変わってきてるっていうのがお分かりいただけると思うんですが、問題サイズが2頃の3乗でないところ以外はブロッキングサイズ64が最適なんですけども、2頃の3乗では、32っていうブロッキングサイズが早い、一番早かったという結果が出ています。でこういうように実際はどれが一番早いかっていうのはアーキテクチャ等に依存しますので、やってみなければわからないところがあります。ですので、プログラムの仕掛けとして最初に FFT が呼ばれたときにちょっと時間かかっちゃうんですけども、まあ、全探索みたいなことをやって、最適なブロッキングサイズですとかオールトールの形式を調べておけば、あとはそれを使えばいいということになります。それで、ここでまあちょっと自動チューニングの結果を、どのようになったかというのをお見せしたいと思いますけれども、これは T2K つくばシステムを使って評価したものになります。それで、こちらが、3次元 FFT の性能ですけれども、ちょっとこれ量対数グラフになっているので、性能の差がちょっと見えにくくなってはいますけれども、赤の線。WithAT って書いてあるのが、これは自動チューニング、オートマチックチューニングっていう意味で、まあ、元の FFTE という私が作ったライブラリーに自動チューニングの機構を入れたものの方が、速くなっているということが分かります。それで、FFTW のこれ性能、ちょっと最新版ではないんですけれども、3.3 というバージョンのものを使った時の性能を見ると、1コアとか2コアでは非常に速いんですけれども、これは何で速いかというと、ノード内で自動チューニングをきっちりやっているということで速いんですけれども、MPI の通信に関しては、自動チューニングが行われてないので、やっぱり通信がかなりウエイトを占める FFT においては、通信についてもちゃんとチューニングした方が速いということが分かります。で17ページ目にお見せするのが全体全通信を、2段階のアルゴリズムを使ってやったときと、素のエンペアオールトールを読んだときにどれぐらい通信性能が違うかということを示しています。このグラフで横軸はメッセージサイズのバイトになっています。このバイトっていうのは1MPI プロセスが送る通信のサイズですので、トータルのデータサイズはこの横軸のメッセージサイズかけ MPI プロセスの事情というのがトータルのデータサイズだと思ってください。それで縦軸が、メモリっていうか、バンド幅ですね、メガバイトパーセックになってます。それで、この
時に使った MPI のライブラリが MBabbage2 といういわれるあのライブラリなんですけれども、メッセージサイズが 16KB ぐらいのところでガクッとなんか性能が落ちているところがあります。これはあの MPI で通信するときにいろんなプロトコルといって通信のアルゴリズムをあの変えてるらしいんですけれども、ちょうどその境界に入ってしまったあるところです。なんか性能がちょっと落ちる点がちょっとというかかなり3分の1ぐらい落ちてますけども、こういうところがあります。でそれに対してあの 赤の線のところ2ステップウォールトールって先ほど説明したものを使って、なおかつその X 方向と Y 方向の MPI プロセスが最適になるように選ぶような、仕掛けを行ってやると、あのメッセージサイズが大きいときは、実はあの2ステップでやらずにあの普通のオールトオールを使った方が早いので、X 方向と Y 方向のMPI プロセスをどちらかを1にしたときも探索しているので、そのときは2段階じゃなくて1段階が選ばれているので、あの2ステップを使ったと言っているけれども、実際はあの 256KB のところは1ステップがあの最適という結果になっているので、性能が下回ることはありません。ですのでつあの常にこの最適な性能が出るというような仕掛けをプログラムの中に行っています。それで、注目いただきたいのはメッセージサイズがあのちっちゃいとき64KB 以下ぐらいのときは非常にあの2ステップアルゴリズムの効果が出ているということがわかります。だいたい2倍以上ぐらいの通信性能が出ているということになります。それで、この結果からわかることは何かというと、その MPI オールトオールを呼んでいるプログラムがあったときにあのライブラリの中でなんか最適なことをきちんとやってくれてると私も思ってたんですけども、こういう実験やってみると必ずしもそうではないということがわかります。それで、あの最新の MPI ライブラリのインテル MPI のバージョン4とか、MBabbage の最新の 2.0 とか、そういう最新の MPI ライブラリでも今お話したような工夫っていうのはあんまりやってないみたいで、先日もちょっと GPU クラスターで同様の、2ステップオールトオールをやったら、まあ、これに近いようなグラフが出ましたので、まあ、これを使うことで速くなることがあるかもしれません。それで、18ページ目に示すのが、じゃあどういうパラメータが最適になったのかっていうのを、示しています。これはメッセージサイズが 16KB から 256KB までの、PX と PY の最適な結果なんですけれども、先ほどちょっとあの口頭で申し上げましたけれども、メッセージサイズが一番大きいとき、一番あの表の一番下のところは PX が1で PY が1024ということで、2段階じゃなくてこの場合1段階使うのが最適だという例出ましたけれども、その他 のメッセージサイズのところでは、2段階を使った方が早いという結果が出てます。それで、この実験で使った T2K つくばシステムは1ノートの中に16コアあります。でこの実験はフラット MPI を使っているので、64ノードで、64×16MPI プロセスでトータル 1024MPI プロセスというのでやっているんですけども、256バイトのメッセージサイズの時はこの PX が16で PY が64になっています。でこれはどういうことかというと、まず、PX が16の時はノート内だけで、フラット MPI でオールトールを行って、その次に Y 方向はノート間にまたがるというのをやっているということになります。それで、先ほどちょっと示した関連研究ではこれの場合だけに特化したあの通信アルゴリズムが提案されてたんですけども、まあ、実際にあの自動チューニングをやってみるとこの 16×64 というのが必ずしも最適でないと。例えば 32×32 がベストの場合もあるし、 8×128 が最適の場合もあるということで、これはやっぱりやってみないとわからないというところがありまして、まあこれからも自動チューニングというのはかなり有効だということがお分かりいただけたのではないかと思います。
それで、これ先ほどちょっと申し上げたようなこと書いてあります。それで、次にですね、二次元分割を用いた並列三次元 FFT アルゴリズムについて話したいと思います。それで、ご存知の方多いと思うんですけれども、昨年11月のトップ500ハンドリストっていうのにおいて、4つのシステムが10ペタフロップスの問題を突破しています。1番が中国のティアンヘ2という、これはインテルのゼオン5というマイクアーキテクチャを用いたスパコンで、ピーク性能、リンパックといって連立次方程式を解いた時の、実行性能が 33.862 ペタフロップスというのが出てます。それで2番が、アメリカのオークリッジ国立研究所にある GPU クラスターのタイタンというもので、こちらが 17.59 ペタフロップス。その次に、アメリカの、ローレンス・リボマー研究所にあるセコイアというマシンで、これは IBM のブルージン Q というスパコンのアーキテクチャなんですけども、これを使ったものです。で4番目が、K コンピューターで、まだ K コンピューターは1位からは落ちてしまいましたけれども、依然4位、4番の、ランクにいるということになります。それで、これはまた来月ですね、年に2回トップ500発表されて、来月の今頃にはまたこの順位が変わっているかもしれませんけれども、いずれにしてもですね、何がポイントかというと、コアの数がもう100万のオーダーになってるんですね。例えば1番のティアンヘ2っていうものだと312万コアあると。それで K コンピューターでも70万コアぐらいあるということで、仮に1コアあたり 1MPA プロセスを割り当てるっていうようなことをやっちゃったとすると、70万 MPA プロセスとかいうことがあるわけです。それで、それだとさすがに、その通信の立ち上がり時間が、先ほどのオールトールみたいなことやっちゃうと、もう破綻しちゃいますので、1ノードあたり 1MPA プロセスでやったとしても、もう8万 MPA プロセスっていうのが、もう実際、K コンピューターを使う状況では起こり得るわけです。ですので、かなり、MPI プロセスが増えてきているということになります。それで、最近、エクサフロップス級のマシンが、開発が始まるっていうニュース、流れているのをご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、今後、出現すると予想されるエクサフロップス級のマシンでは、ほぼ確実に1000万個を超える規模のものになるというのは、容易に想像がつくと思います。でその時にはもうエンペアプロセス数はもう100万とかのオーダーを超えるというのは、ほぼ確実になるわけですね。ですので100万個、100万エンペアプロセスに対応した、アルゴリズムを作らなきゃいけないということになります。それで K コンピューターとかだで、かなり経験積まれた方はもうそこら辺の感覚あると思うんですけども、研究室の PC クラスターとかでプログラム組んでると、1000MPI プロセスとかで動くと、もうなんか性能出ちゃったような気になっちゃうんですが、そのプログラムそのものを例えば K コンピューターにで走らせようとした時に MPI プロセス数が100、1万とかになっちゃうと、実は動かないプログラムっていうのが結構あります。で、FFT でも、それに近いことがありまして、どういうことかっていうと、三次元 FFT を行ったときには、よくあるのがですね、X、Y、Z 方向ってそれぞれ FFT やるんですが、そのところの Z 方向だけを、ブロック分割して配列を格納するっていうことがよく行われます。それで、これは、FFTW の MPI 版の三次元 FFT でもこうなってます。他の FFT ライブラリでもこういうことがよく行われています。ただ、こういう分割をしてしまうと、仮に MPI プロセス数が1万あった場合には、 Z 方向のデータ数が1万以上じゃないといけないです。で、そうじゃないと並列性がないものを並列にすることはできないので、もう1万とかになっちゃうんですね。
ただ、Z 方向が1万点になったとすると、例えば1万の3乗の FFT ができるかというと、これは K コンピューターでももうできないぐらいのデータサイズになっちゃうということで、例えばアプリケーションで2048の3乗の FFT をやりたいっていうときに、NPI プロセスが1万ということになっちゃうと、プログラム自体がもうデータ構造を変えないと動かなくなるっていうのも明らかなわけです。それで、まあ、いくつか方法を提案されていて、まあ、一つはこの真ん中に書いてある XYZ 方向それぞれに分割してやるという3次元分割っていうのがブルージーンのスパコンで実際やられています。でこのアルゴリズムだとその各方向に分割しているので、X 方向に FFT やりたいときは自分の NPI プロセスに X 方向の全体データがないという状況ですのでそれぞれ3回オールトオールやらなきゃいけない。それでただ3次元分割っていうのはすごくちっちゃい問題ではいいんですけれどもそこそこ大きい2048の3乗とかやろうとしているときにはそこまで細かく分割しなくても十分ということがあります。でそういう場合は、Y 方向と Z 方向だけ分割するというのでも並列度は十分確保できますので、今回お話しするのは、1次元分割と3次元分割の間の2次元分割したときどうなるかという話をしたいと思います。それで、23ページ目にあるスライドですけれどもこれはよくある Z 方向に1次元分割した場合の並列3次元 FFT をどうやって行うかということを書いた図になります。それでこの場合はですね、各プロセッサー、NPI プロセスでスラブ形状に分割します。ですので、XY 平面を各 NPI プロセスが持っていて、Z 方向だけが分割されているということになります。それで、この場合、XY、Z 方向、それぞれ FFT を行うんですが、この時に、まず最初の段階で X 方向の FFT をやって、その次に行列をですね、ルービックキューブでこう、X 方向、XY 方向をぐるっと回したような形になるんですが、今度は Y 方向をやります。それで最後に、分割の形状を Z 方向で連続になるように、X 方向で分割するということをやります。ですので、ステップ2からステップ3に行くところで、オールトオールの通信を使って、転置をしないといけないということになるんですが、それをやって最後に Z 方向をやるという、のが、よく NPI のライブラリでやられているやり方です。でこれに対して、3次元の FFT を超並列化しないといけないので、先ほども言いましたけれども1024の3乗ですと 1024NPI プロセスまでは分割可能だけれども、2048NPI プロセスになった時にもう分割できなくなっちゃうので、Y、Z 方向の2次元分割で対応すると、例えば、1024の3乗点の FFT を行おうとしたときに、Y 方向と Z 方向の並列性が1024の2乗で104万プロセスぐらいまでできますので、1024の3乗の FFT であれば、104万 NPI プロセスまでは分割可能になるということで、K コンピューターだったらこれでもう十分ですし、エクサだとちょっと二次元分割では、厳しくなるかもしれないんですけれども、二次元分割でかなり大きな NPI プロセスまで分割が可能になるということは、分かると思います。それで、次の25ページ目のところに出した、図が、Y 方向と Z 方向に二次元ブロック分割した場合の並列3次元 FFT の、やり方を示します。それでこの分割はよくペンシルディコンポジションと呼ばれるんですけども X 方向だけがこう分割されてなくてちょうどペンシルがこう積まれたような形になっている直方体の形状に分割しているペンシルディコンポジションというのを行います。それでこの場合はその X 方向の FFT というのは通信をせずに各 NPI プロセスの中だけで行います。それでこの各方向、X 方向の FFT というのは独立なこのペンシルがたくさん積み上がっているのでこれらの種類は
エンペアプロセスの中だけで、独立に行うことができるということになります。それで 2番目は Y 方向 の FFT なんですが、最初のデータの形状だと Y 方向が 分散されてますので、これが分散されてないように、通信を行う必要があります。ですので、ステップ1からステップ2の間で、通信が行われるんですが、この時に注意したいのが Z 方向の、分割の仕方は変わらないということです。ですからこれを見れば分かるんですが、 XY 平面だけをこの転置するということになります。ですので Z 方向の通信は行わずに XY 方向のみの通信を複数組、1段目に段目、Z 方向で1段目、2段目、3段目、4段目というふうに、独立な XY 平面の、部分的なオールトゥオールがたくさん行われるということになります。これが先ほどちょっと2段階オールトゥオール通信というところで言ったのと全く同じようなことが、行われるということになります。それで最後はZ 方向なんですけれども、このままだと Z 方向は分割されているので、今度は、XY 平面はそのままで Z 方向だけこうぐるっと90度回転させるということをやります。この時も、部分的なオールトゥオールが複数組出てくるということになります。それで、ここで最後のデータのこの形状、分割の形状と最初の形状が異なっているんですけど、これは先ほど言ったのと同様で、オールとオールの回数を少なくしたいときにはこの入力と出力の分散方法が違っているということを許容できる場合もあるということです。それで、具体的な実装について、話したいと思うんですけれども、二次元分割した場合には、エンペアプロセスが P×Q というように素因数分解できる場合にはピーコのプロセッサー間で全体全って書いてあるんですが、これはピーコのプロセッサー内に閉じた全体全通信を9組行って、今度は9個のエンペアプロセス間でこの9個のエンペアプロセスに閉じた全体全通信を P 組を行うということをやります。それで、普通 MPI の、プログラミングでやるときにはコミュニケーターって言って MPI コムワールドっていうのをおまじないみたいに出てたと思うんですけれども、その仕組みそのままだとですね、こういうこの、MPI コムワールドの部分集合に対する通信っていうのが行えないので、MPI コムワールドを分割するコミュニケーターを分割する関数っていうのがあります。でそれはどういう名前かっていうと MPI コムスプリットっていう関数があって、こういう凝ったことをやる時でない限り一生使わないような MPI 関数なんですが、コミュニケーターを分割したいというまさにこういう二次元分割みたいなことをやるためにあるような関数で、これを使うとですね MPI コムワールドを Y 方向のこの P プロセッサーと Z 方向の Q プロセッサーに分割することができます。そうするとコミュニケーターをこの分割したコミュニケーターをですね MPI オールトゥオールの引数に書いてあれば、その閉じた部分集合の MPI プロセスの中だけでやってくれるということができます。その時にその分割したこのコミュニケーターを複数用意しておけば、この各コミュニケーターの中でオールトゥオールを行ってくれるということができます。それでこの一番下に書いてあるのは、先ほど言ったように出力データと入力データが分散が違うというそういう話です。それで先週ですね、先週の授業でもクーリー中期の FFT の時とシックステップの FFT の時で通信時間が変わってくるという話だと思うんですけども、それと同じようなやり方でですね、ちょっとモデル化してみたいと思います。それの前提になるのが全データ数、これはノードにまたがる全データ数の個数を N 個として、エンペアプロセス数を P×Q とします。それでエンペアプロセス間の通信性能をダブルバイトパーセカンドとして通信レイテンシーっていうのは、
通信の立ち上がり時間ですね、ポイント2ポイントの通信を行うときの立ち上がり時間を L セカンドとします。そのときに各 N ペアプロセスというのは、N 割る PQ、 PQ の事情、この倍精度複素数データを自分以外の PQ-1 個の N ペアプロセスに送ることになります。これは先週の授業でやったオールトゥオールの話と同じなんですけども、ですのでこの場合はどうなるかというと、式で書くとですね、まあ、ちょっと近似をすると PQ×L プラス 16N 割る PQW という、通信時間に、でモデル化できます。でこの式から分かることは何かというと、レイテンシーに関する項は PQ 倍されていると、つまりトータルの N ペアプロセス数に比例したレイテンシーがかかるということになります。ですのでP とか Q がちっちゃいときはいいんですけれども、例えば K コンピューターみたいに運万とかあるとですね、最初の通信レイテンシーがマイクロセカンドのオーダーでも P×Q が1万とかになった瞬間にもうミリセコンドのオーダーになってしまうわけで、そうするとこの 16N ある PQW という実際のこのペイロードっていうんでしょうか、実際に送るデータの転送時間とこのレイテンシーの立ち上がり時間がコンパラーみたいになっちゃうんですね。そうするともうなんかペイロードの時間よりもレイテンシーとかが大きくなっちゃうという場合も当然あり得て、全然無視できない時間になります。それに対して二次元分割を行うと何が嬉しいかというと、その一番下の式に書いてあるレイテンシーにかかる項が先ほどは P×Q×L だったのが、今度は P プラス Q×L になっているということで、仮に、P と Q がそのトータルの NPA プロセスのルート、例えば、65536NPA プロセスの場合は 256×256 というふうにできるわけで、そうすると今までそのトータルの NPA プロセス×レイテンシーの項がトータルの NPA プロセスの平方根かけるレイテンシーの項になるということがわかると思います。ですので見かけ上そのルートの NPA プロセスでオールトゥオールをやってるということと同じことになるので、スケーラビリティという観点から非常にいいということが直感的にわかると思います。ただ全ての場合においているかというとそうではなくて、先ほどの式とちょっと違うのが、2項目のですね、32N 割る PQW というところで、一次元分割の場合はペイロードが 16N 割る PQW だったのが、二次元分割すると倍になってます。これなんでかというと、全体全通信というものが2段階に分けてやるので、実際に送る転送量が2倍になってしまうんですね。ですので、トータルの通信量は増えるけれども、レイテンシーの項がルートになるということで、トレードオフになります。なので、どちらがいいかっていうのは、完全にこれ、問題サイズとレイテンシーとエンペアプロセスに依存する話ですので、何がベストかっていうのは、やってみないとわからないと。ただ、先ほどのオールトゥオールの自動チューニングの時と話が違うのが、オールトールの自動チューニングだと、この P と Q に相当するものが、任意に選ぶこと。なるので、実際のアプリで、どういうふうに分割するかっていうのに影響を与えるので、FFT の部分だけに特化した、二次元分割のパラメータだけを考慮していると、FFT 以外のところでも影響が出てきてしまいますので、ちょっと話がややこしくなるということがあります。ですので、一般的な場合は、ルートになるように、例えば 256×256 になるように選ぶということが、望ましいのではないかと個人的には考えています。それで、先ほどの式を、比較してみると、一次元分割の場合の通信時間と二次元分割の場合の通信時間はこのように表されますので、
比較すると全プロセッサ数 P×Q が大きくて、かつレイテンシーが L が大きい場合は2次元分割の方が通信時間が短くなるということが、分かると思います。それでこれはあくまでも机の上の、モデル化した計算なので、実際にじゃあどうなるかということについて、まあ後で性能評価で示したいと思いますけれども、ここではちょっと机上の計算なんですが、2次元分割の通信時間が1次元分割の通信時間よりも少なくなるような条件っていうのがあるかどうかっていうのをちょっと計算しています。でこれは、先ほどの通信時間1次元分割の場合の通信時間を右辺に持ってきて、2次元分割の場合の通信時間をの式を左辺に持ってきた場合の不等式を解けば、出てきます。でこれを解くと下に書いてあるのはちょっとややこしい式になるんですが、まあ、この式にレイテンシーが仮に10マイクロセカンドとして、バンド幅、ネットワークのバンド幅ダブルっていうのを1ギガバイトパーセカンドとして P イコール Q イコール64というような値を入れてあります。まあ、これは実際の PC クラスターで、まあ、よく見かけるような値なので、そんなに現実からは離れてない値だと思うんですけども、仮にこの値を入れてやろうとするとトータルのデータ数 N が10の10乗、つまり、100億ですね。100億なので3次元 FFT でいうとどれぐらいになるのかというと、ちょっとすぐに出てこないんですが、1000×1000×1万とかですね、2048の3乗ぐらいですかね。2048の3乗ぐらいまでは2次元分割の通信時間が1次元分割に比べて少なくなるということがこの式からもわかります。それでじゃあ実際どうなるかということを、評価してみたのが、この性能評価のところになりまして、まあ、ここでは何を行ったかというと、NPI プロセスをですね、フラット NPI で1から4096まで変化させて、問題サイズは、ストロングスケーリングといって、問題サイズは NPI プロセスにかかわらず一定にして、どうなるかというのを試していました。で評価に使ったのは先ほどと同じ T2K つくばシステムで、256ノード、それで各ノードには16個ありますので、トータルの NPI プロセスは4096まで測定しています。それで評価したのが32ページのグラフのようになりまして、横軸が、ナンバーをコアの数で、これはフラット NPI ですので NPI プロセス数と同じということになります。縦軸が、性能でギガフロップスで表しています。それで水色の線なんですが、これは32の3乗という非常に小さなデータサイズで、1CPU のキャッシュに乗っちゃうサイズ なので、まあ、これを NPI でやるっていうのはまあナンセンスなんですけども、まあ、2次元分割でどれぐらい効果があるかっていうのを試すために入れてます。でこの32の3乗の、FFT を2次元分割でやろうとしたときは、NPI プロセスの上限が、Y 方向、Z 方向で 32×32 で1024まで分割できますので、この水色の線は1024というところで止まっています。それで、さすがに32の3乗は、もう差し入ってしまって、256NPI プロセスが最高性能で、それ以上になると、通信のレイテンシーの影響が出てきて遅くなっちゃいます。それで今度はデータを64のキューブにすると黄色の線なんですけども、これもまあ同様にさちってはいますけれども、絶対性能としては、通信の割合が少なくなる分上がっているということは分かります。それで128の3乗も、性能の伸び率はNPIプロセスが増えるに従って伸びは鈍ってきますけれども、それでも4096のNPIプロセスまでは一応単調増加しているということがわかります。それで赤い線が256の3乗で、この256の3乗も1、ノードのメモリに入りきるぐらいのサイズなので、
実際に256の3乗みたいな FFT は MPI であんまりやらないかもしれないんですけれども、まあ、仮にやったとすると、まあ、このグラフだと400ギガフロップスぐらいまで出てるということで、かなりまだ伸びて性能が伸びるということはこのグラフを外装してみればわかると思います。それで、まあ、先ほども言いましたけど32の3乗だと厳しいんですけれども、まあ、これなんでかというとトータルのデータサイズが、まあ、たった1メガバイトということで、まあ、ほとんどこれは全体で通信のレイテンシーが実行時間のほとんどを占めているということがわかります。でそれに対して256の3乗ぐらいになるとデータサイズが512メガバイトぐらいになりますので、まあ、性能がかなり、スケーラブルになっているということがわかります。それでこの場合の通信の割合がどれぐらいかっていうと、256の3乗の部分で 90% ぐらいが通信時間で費やされてたと思います。でこれは何でわかるかっていうと、この33ページの一番下に書いてあるんですが、この、2次元分割した256の3乗の FFT でオールとオールの部分をコメントアウトしてやると全体全通信を除いたカーネル部分の性能というのを測れるんですが、まあ、この時は、10テラフロップスぐらいの性能になっていて、まあ、これは理論ピーク性能 の, T2K オープンスパコンのこの4096を扱った時の理論ピーク性能の、約 26.7% が出てました。ですので、まあ、これから考えると2次元分割しても9割ぐらいが通信時間になっているということが分かります。ただそれでも、こちらのですね、グラフ見ていただくと分かるんですが、この256の3乗に特化した場合に1次元分割と2次元分割でどれぐらい性能が変わるかっていうのを見てみると、MPI プロセスが256ぐらいのところで逆転しているというのが、分かります。まあ、これは先ほどのモデル化の結果と、まあ、ほぼ近い値が出ていて、まあ、あるところで二次元分割が早くなるということが分かります。それでこのグラフで注目いただきたいのが、 MPI プロセスが少ないときは一次元分割の方が二次元分割より早いということです。これは何でかっていうと、二次元分割だとトータルの通信量自体が2倍になるので、 MPI プロセスが少ないときはそのペイロードの実際に送る転送時間がやっぱり効いてくるということになると。ですので演算部分の時間はほぼ1次元分割も2次元分割もやってることは一緒ですので同じぐらいの時間なんですが、実際の通信時間に着目した場合にMPI プロセスが少ないときは通信量が少ない1次元分割が有利になると。ただ MPI プロセスが増えてくるに従って1回あたりのメッセージのサイズがこの半分半分でどん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 ちっちゃくなってきます。MPI プロセスが2倍2倍になるに従ってメッセージサイズは半分半分になりますので、どっかで、クロスするところが出てくると。それが MPI プロセスが256のところになります。それでもう一つ、重要なのがクロスするところ失礼しました、これ128ですね。128で微妙に2次元分割が速くなっています。それで1次元分割の場合は256の3乗点 FFT の場合には 256MPI プロセスまでしか分割できないので、この黄緑の線が256で止まっています。ですので1次元分割だとどう頑張っても256までしか分割できないので、実行そのものはもう 256MPI プロセスの場合は256の3乗が最小のサイズになると。それに対して二次元分割をやるとまだまだ分割できるわけで、例えば256の3乗点だと256の2乗で 65536MPI プロセスまでは対応できるということで、小さいデータサイズをとにかく MPI プロセスをつぎ込んで早くしたいと
いう場合には、普通の MPI の3次元 FFT ライブラリ使うよりは2次元分割にした方が早いというのが、この性能評価の結果からもお分かりいただけたのではないかと思います。ただ、ここでもう一つ言っておきたいのは、じゃあ実際にアプリケーションで256の3乗のようなちっちゃい FFT をとにかくもうミリセコンドのオーダーで早く計算したいという時には、本当にこの MPI プロセスをつぎ込むのがいいかというと、それは必ずしもそうではなくて、この T2K つくばの評価で、4096MPI プロセスをつぎ込んだ場合でも400ギガフロップスぐらいの性能です。でこれは、最近の GPU ですと、1GPU とか 2GPU ぐらい使ってやれば達成できちゃう性能ですので、とにかく早く計算したいっていう場合には、あまり無理に MPI プロセスをつぎ込むよりはもう GPU でやった方が、FFT 立足のアプリケーションではそっちが実際問題としては早いということがあり得ます。ですので、そこはちょっと判断が難しいところなんですが、場合によってはアクセラレーターを使った方が、アクセラレーターの、デバイスメモリ、アクセラレーター上のメモリに乗っかるぐらいのサイズをとにかく早く計算してやりたいというときには、MPI で並列に計算しないという選択も現実的にはあり得るということを、一点お話しておきたいと思います。それで、先ほどの並列3次元 FFT の実行時間の内訳というのを取ってみたんですけれども、256コアで256の3乗点の結果です。この場合は、1次元分割の実行時間のほぼもう7割以上を通信時間が占めているということが分かります。でそれに対して2次元分割だと演算時間と通信時間が、コンパラぐらいになっていて、その2次元分割をすることによって通信量は2倍になっているけれども、レイテンシの項がルート2になったので、トータルの通信時間としては3分の1近く削減されているということが分かります。それでこのグラフでは通信時間と演算時間を、失礼しました、1次元分割と2次元分割では演算時間はほとんど変わらないというのがこのグラフからも読み取れると思います。それで先ほど言ったことをもう一回こちらの考察というところも書いてありますけれども、2次元分割を行った場合でも4096コアにおいては、9割以上と言いましたけど、正確に言うと 96% 以上が通信時間になっています。でこれはなぜかというと、2次元分割を行った場合でも各 MPI プロセスが一度に送る通信量が 1KB になっちゃうんですね。 1KB っていうのはやっぱりちっちゃいので、2次元分割を行った場合でもレイテンシーが支配的になるというのが原因だと考えられます。それでこういう時は3次元分割を使った方がいいっていうこともありますし、あとはですね、もっと細かい話をすると、MPI オールトールっていう関数では、中で MPI センドとか MPI レシーブのような通信関数を使ってるんですけども、それだとまた MPI のセンドとかレシーブを立ち上げるときのスタートアップ時間っていうのがやっぱりかかってしまうので、本当はより低レベルな通信関数、もうちょっとMPI とかじゃない低レベルな通信関数を用いて MPI のオールトールを実装するような工夫をしないと、いけないということが分かります。それで K コンピューターの MPI オールトール等も多分こういう工夫がされてるんじゃないかと思います。それで、あと最後に、20分ぐらいで、GPU クラスターにおける並列3次元 FFT の話をして、この講義を終わりにしたいと思います。それで、先ほどもちょっと申し上げましたけども、GPU がかなり普及してきてますので、国内でも、東工大のツバメですとか、いろんな GPU クラスターがもう実際に使えるようになってきてます。また、GPU クラスターでは、タイタンというのが先ほどお話したように、トップ500で2位になってます。それで、
GPU クラスターにおいて並列短時間 FFT というのはいろんな人がもう行っていて、東工大の額田先生もおととし論文発表しておられるんですけども、これらの実装は1次元分割のみサポートされていて、先ほど説明したような2次元分割というのはまだやられていないという状況でした。それでこの間ちょっと時間が取れたときに GPU クラスター向けの、2次元分割版の並列3次元 FFT というのをちょっと実装したんですけれども、その時にちょっと注意したのはGPU 版になってなんか使い方がややこしくなっちゃうとやっぱり困るので、できるだけその CPU 版と GPU 版というのを同一インターフェース、つまりライブラリの .a というファイルを差し替えるだけでプログラム呼び出し側のプログラムはもう同じプログラムになるようにっていう工夫をちょっとしました。でこの場合は入力データと出力データがホストメモリといって、ホストメモリっていう言葉がよく出てくるんですけども、これは CPU 側のメモリに格納するされているということにします。ですのでこれ実際に FFT ライブラリが呼び出された際にはCPU から GPU にライブラリの中で転送してるんですけども、一旦転送してそれで最後にまた GPU から CPU に、書き戻すということをライブラリの中でやってくれるので、呼び出す側の人はGPU であることを意識せずに単に今までのプログラムをそのまま使えば OK ということになります。ただこのアプローチを取ったときにちょっと問題になるのが、計算可能な問題サイズっていうのがその GPU のデバイスメモリ、デバイスメモリっていうのは GPU のボード上に乗っかってるメモリのことで、NVIDIA の、K20X とかだと 6GB とかで、一番大きいものでも今 K40 の 12GB ぐらいなので、CPU 側のメモリに比べるとかなりちっちゃいんですけれども、最初にもう GPU 側に一気に転送してやるので細切れにやればもうちょっと問題サイズ大きくなるんですけれども、現状ではGPU のデバイスメモリの容量が限度になるというような実装にしてます。それで、これは先ほども同様の図をお見せしましたけれども、GPU でやるときも基本は同じです。それでどこがCPU 版と違うかというと、この各 MPI プロセスの中で、その X 方向、Y 方向、Z 方向で FFT を行っている、ノード内に閉じた、FFT を行うのを今までは CPU がやっていたのを、それを単に GPU に丸投げすればいいということがわかります。そうすることによって演算時間は短縮されるということがわかります。ただそのオールとオールのところは GPU を搭載したからといって速くなるわけではなくて、逆にCPU と GPU 間で転送を行う必要がありますので、その分だけ遅くなります。ですのでGPU で実際にアプリ高速化されている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、よく話を聞くのはGPU にして結構一生懸命クーダで頑張って書いたけどその割には速くならないねっていう話をよく聞くんですけれども、それはある意味当然のことで、通信部分が速くならないので、例えば FFT のように通信時間が全実行時間の半分を占めているようなアプリだと、仮に演算時間がゼロになったとしてもトータルではたかだか2倍ぐらいしか速くならないわけで、ですのでGPU によって性能向上が限られるアプリケーションというのはかなり限られてしまうというのが、直感的にも理解できるし、実際もそういう傾向にあるということは、一言言っておきたいと思います。それで、実際にどうやって実装するかっていうと、先ほどちょっとお話ししましたけれども、並列3次元 FFT を行うときにはオールとオールが2回行われます。これは入力と出力が同じデータ分散と仮定した場合に2回ということで、もし転置された出力でよければ1回で OK なんですが、どっちにしてもオールとオールというのは1回行われる必要があります。ですので計算時間の大部分がオールとオールによって占められるということになりますし、あともう1点GPU の場合何が違うかというと、
CPU と GPU っていうのは、PCI Express っていうバスで接続されてます。ですので、本当は CPU と GPU が一体になってればいいんですが、現段階では GPU ってボードをこう PCI Express のスロットに挿すわけなので、どうしても CPU と GPU 間が、まあ、物理的になんか線でつながれてるわけです。そうすると、そこの理論ピークバンド幅が、PCI Express Gen 2って言って Generation 2っていう場合には、1方向あたり 8GB/s ぐらいになります。そうすると、まあ、これはインフィニバンドとかの通信のバンド幅に比べると高いんですけれども、とはいっても、かなりこの部分がボトルネックになるということは、容易に想像できると思います。したがって、GPU と GPU 間のデータ転送量をできるだけ削減するというのがですね、MPI の通信と同様に重要になります。ですので、これは FFT に限らず他のアプリでも同様のことは言えるんですが、一旦 CPU から GPU に送ったら、もう GPU の上でできるだけ使えるデータ全部使って、最後にCPU 側に書き戻すというようにするのが、性能を引き出す面では、重要になります。つまり CPU と GPU 間を転送を行ったり来たり行ったり来たりというのをやっちゃうと、計算してるんだがデータ転送してるんだかよくわからない状態になっちゃうということがあります。あとはもう一点は、これ FFT で行列の転置っていうのが何度も出てくるんですけども、メモリのバンド幅という観点でいうと、CPU に比べると GPU の方が早いです。例えば、CPU 側で今、ゼオンの IB ブリッジとか、ほぼ最新のものでも、メモリバンド幅でいうと 119GB/s ぐらいなんですけれども、GPU でいうと、もう K20X とか使うと 250GB/s とか、倍以上の、メモリバンド幅が出ますので、もうできるだけ、CPU でやってた計算は GPU の中でやる。例えば行列の転置みたいに計算はやらないけれども、メモリの転送だけっていうものでも GPU の中で行った方が早いということになります。ただ、先ほども言ったように GPU のデバイスメモリに乗り切らないときっていうのがちょっと、問題で、その場合はちょっとパイプライン的にですね、転送をやりながら計算するというような、MPI でやってた演算と通信のオーバーラップみたいなことを、この CPU と GPU 間の転送についても同じようなことをやる必要があるということも、言えると思います。それで、実装の、細かいところについて話したいと思うんですけれども、GPU 上のメモリを、GPU から別の MPI プロセスの GPU に転送しようとする場合には、ここに書いてある3つの手順が必要となります。これは明らかというかすぐ分かると思うんですが、一旦 CPU に持っていかないと、MPI で転送できないです。本当は GPU に直接この、ネットワークのカードが入っていて、GPU から直接他のノードに転送できればいいんですけれども、実際そういう研究も行われてますけれども、今売られている GPU にはそういう通信のインターフェースはついてませんので、今使われている GPU クラスターの大部分では、一旦 CPU に送らないといけないんですね。で、一旦 CPU 上のホストメモリにデータをコピーして、その次に、普通に MPI の通信関数を使って、MPI の通信を行います。それで、届いた先のCPU ではもう一回 CPU からその GPU にコピーすると、この3段階踏む必要があるわけです。それで、この場合の問題点って何かというと、CPU と GPU でその PCI Express というバスで転送を行っているときに、MPI の通信が待たされちゃうんですね。その間、インフィニバンドとかのネットワークがずっと遊んじゃってる状況になると。それで、これなんとかしないといけないねということで、最新の MPI ライブラリのエンバピッチ2というものでは、この CPU と GPU 間のデータ転送と、
ノード間の遠平通信をパイプライン化してですね、ちょっと細切れに切って、オーバーラップさせるっていうのを自動でやってくれるという機能がついてます。で、これをどうやってやるかっていうと、こちらの43ページに書いてあるんですが、普通の MPI 使って GPU から別の、MPI プロセスの GPU に通信しようとするときは、この、アットセンダーっていうところが書いてあるように、最初にクーダメモコピーっていうのを使って、このデバイスメモリーから、ホストの SBUF っていう、SBUF って書いてあるのがセンドバッファーのことで、CPU 側のメモリー領域です。そこに一旦コピーしてやってから、MPI センドで SBUF を別の MPI プロセスに送るということをやると。一方で、受け取る側は、送る側とまた逆のことをやって、一旦 RBUF っていうバッファーに、CPU 上のバッファーに受け取った後に、クーダメモコピー使って、RBUF っていうメモリー領域を R のデバイスっていう、これはレシーブのデバイスメモリーっていうんですけども、そこに送るということをやらなきゃいけない。それで、これ一気にこの転送して一気に通信ということをやらずに、細切れにしてオーバーラップさせればいいんですけど、それ、手で書くとすごく面倒なことになるので、NVPitch2 の GPU 版では、どういうことができるかというと、MPI センドの開始アドレスのところに普通は CPU 上のアドレスしか書けないんですけども、それを拡張して GPU 上のアドレスを渡せるようにしました。つまり GPU のデバイスメモリのアドレスを直接 MPI 関数に渡すということができます。それでこの場合 CUDA の転送と MPI の通信のオーバーラップを MPI ライブラリの中で予期に計らってくれるわけです。ですので、コードを書く手間も省けますし、性能も向上するという、まあ、非常にありがたいことになっています。それでこれは NVPitch2 に限らず、最近出てきた最近の OpenMPI でも同様のことがサポートされるようになってますので、そんなに特別なエクステンションではないので、ポータビリティという観点でも、まあ、それほど特殊なことではなくなってますので、こういう書き方をすると早くなるという可能性が高くなると思います。それで実際に FFT に性能評価っていうのを行いましたけれども、性能評価を使ったのは筑波大学の GPU クラスターの HAPAC のベースクラスターっていうものがあるんですが、これが268ノードある1ノードから64ノードを使いました。それでこの HAPAC のベースクラスターのノード構成ってこんな感じになってまして、1ノードの中に、CPU が2ソケット、サンディブリッジ EP っていうゼオン の E5 の2670っていうのが2ソケット刺さっています。それで各ソケットに、8コアずつのコアがあって、トータル16コアあります。それで各 CPU のソケットの下に、NVIDIA の M、テスラの M2090 っていう GPU のボードが2枚ずつ刺さってます。ですので1ノードあたり 4GPU っていって、かなりリッチな構成になっていて、東工大のツバメだと確か 3GPU ぐらいだったと思うんですけども、筑波大の場合はかなり詰め込んで、1ノードあたり 4GPU が入ってます。それで、ネットワークの部分がこの左の、左というか真ん中の下のところに 2×QDRIB って書いてあるのが、これインフィニバンドの QDR っていうものが2本刺さってます。それで、まあ、本当はこれCPU の1ソケットあたり1本ずつ刺さってた方がシンメトリックになるんですけども、まあ、実装上の都合で、左側のソケットに、インフィニバンドのネットワークのカードが刺さっていると。ですのでちょっとこれ今ちょっとポイントが動かないので申し訳ないんですけど、右側の下にある2つの GPU からノードの外に出ようとすると、一旦このCPU のサンディブリッジというところに行って、そこから QPI っていうこのバスがあるんですけど、そこを経由して別の CPU ソケットに行って、もう一回 Gen3×8 っていうので下に行って外に出ないといけないので、3本
超えないといけないんですね。なのでかなりレイテンシーっていうのがかかっちゃうっていうのが、まあ、このノード構成から見てもお分かりいただけると思います。ですのでうまく実際に性能を出そうとするとこの実際に GPU とかネットワークのカードがどういう配置で刺さってるかっていうのを考慮してどこのソケットに割り当てれば早いかとかいうのそういうのも本当は考えなきゃいけないということになります。それで、どうやって GPU を使うかっていうと、まあ、いろいろやり方あるんですが今回の実装では 1GPU あたり 1MPI プロセスを立ち上げる、つまり赤で囲っている部分が 1MPI プロセスに相当します。これはいろいろやり方があってハイブリッドのプログラミングで OpenMP と MPI っていうのを使ってる人いると思うんですが、その OpenMP の中でスレッド単位でなんか GPU を割り当てるっていう考え方もあります。つまりこの場合だと、1ノードあたり 1MPI プロセスにして、あるスレッドが GPU をこうドライブするっていう書き方もできますし、まあ、ここ の, 45ページに書いてあるように、まあ、安直にですね 1GPU あたり 1MPI プロセスを立ち上げるっていう書き方もあります。これはどういう書き方をすれば一番早いのかっていうのはやってみなくちゃ分かんないんですが、まあ、一番安直で簡単なのがこの 1GPU あたり 1MPI プロセスというやり方になると思います。それで、実行しました。それであとここで、ノード内の FFT は、CUDA CUFFT という NVIDIA が提供しているライブラリを使いました。これ自前で CUDA を使って FFT も書いたんですが、CUFFT の最新版が異常に速くてですね、なかなかこれの性能を超えることができなかったので CUFFT というのを使ってます。ですので皆さんもなんか FFT とか GPU 使ってやるときは多分 CUFFT よりも速いのを書くのはかなり大変なので、もうそのまま使っちゃえばいいと思います。それで性能なんですけれども、横軸が MPI プロセスで、これはGPU の枚数に等しいというのは先ほど説明した通りです。それで縦軸が性能でギガフロップスで、これ対数になってます。それで黄緑の線が GPU 版の、私が公開している FFTE の最新版で GPU クラスターをサポートしているもので、MPI プロセスが少ないときはかなりCPU 版に比べて早いんですけれども、通信時間は短縮されないので、MPI プロセスが増えるに従ってですね、通信の割合が増えちゃいます。そうすると残念ながら CPU 版との差がどんどん縮まってくるという状況になります。ですので GPU を搭載したからといって劇的に速くなるとは限らないんですけれども、まあ、少なくとも速くはなるということが現時点では言えています。それでこの47ページではじゃあどれぐらいが通信時間なのかっていうのを内訳を取ってみました。でこれは先ほどと同様に横軸が、MPI プロセスで、今度は縦軸が実行時間セカンドになっています。それで、先ほどのグラフから読み取れたのと同じようなことが分かりまして、赤のバーが演算時間で、青のバーが PCI Express の転送時間、そして黄緑の時間が MPI の部分の通信時間になっているんですけども、MPI プロセス数が増えるに従ってどんどん通信時間がこれレイテンシーの影響を受けて増えてます。トータルの通信量ということを考えるとこの性能評価はウィークスケーリングといって問題サイズが MPI プロセス数に正比例するというふうにとってますので、各 MPI プロセスにおける通信データ量は同じなんですが、先ほど何度も説明したレイテンシーというものがどんどん効いてくるので、メッセージサイズが半分半分でちっちゃくなるので、レイテンシーの影響が倍々で大きくなってきます。ですので MPI プロセスが256ぐらいでも、まあ、かなり通信時間が大きくなっているというのがこのグラフからも読み取れると思います。
これ GPU 版の性能になります。それで CPU 版はどうかというと、これちょっと比べてみると、演算時間自体が赤のバーが半分ぐらいになってます。ですので、あの GPU 使うことによって演算時間は確実に速くはなっているんですが、あの GPU にすると青のバーがの部分が PCI Express の転送時間もありますので、トータルで見ると本当にペースでるのかどうか確かに微妙なところはあります。あのそれで、通信時間の黄緑のところは、まあ、ほぼ一緒ということが言えると思います。それで、49ページ目 あのこれは全体全通信の性能で、まあ、先ほどのあのオールとオールの最適化のところも出てきたようなと同じ形状のグラフです。横軸がメッセージサイズで、縦軸がバンド幅なんですが、これで測ったのは3種類の性能を測りまして、まず、赤の線はこれ GPU to GPU の性能です。これはエンバピッチ2の GPU という直接あの MPI の関数の引数に GPU のアドレスを入れるというのパイプライン的にやった場合の性能です。それで、CPU to CPU というのが黄緑の線で、まあ、なぜかあのデータサイズ大きくなると CPU to CPU よりも GPU to GPU が速くなっています。これはなんか普通はありえない気がするんですけども、実際に性能を取るとこういうデータが出てきました。ですので、まあ、問題サイズというかメッセージサイズが中間ぐらいのところでは CPU to CPU に負けてるんですけども、十分データサイズが大きければオールとオールを使っている限りにおいては、あのそれほど CPU to CPU に遜色ない性能が出ているということは言えると思います。それで、ピンクというかちょっと薄い紫の線がありますが、これは GPU to GPU なんですが、あの Without EnvaPitch 2 GPU って書いてある通り、あの EnvaPitch 2 その GPU の拡張を使わずに CUDA メモコピーで転送して、それから MPI で転送して、最後に CUDA メモコピーをもう一回やるということを愚直に書いたプログラムの性能で、まあ、これは当然 CPU to CPU の、性能より落ちてます。 PCI Express の時間だけ落ちてるので、単純に、グラフが下に移動したというようなことになってます。でこのグラフから見ても、あのメッセージサイズが 32KB、64KB、128KB ぐらいのところがちょっと、エンバピッチ2を使うと遅くなっているんです。エンバピッチ2の拡張を使っていると遅くなるんですが、それ以外は結構速くなっているということがお分かりいただけると思います。それで、本日の、講義のまとめですけれども、まあ、先週と今週の2週にわたりまして、物質科学の実アプリケーションにおいて使われることが多い高速不変化について紹介してきました。それで、まあ、これまで並列 FFT で行われてきた自動チューニングでは、まあ、FFT ダブルもそうなんですが、ノート内の性能、演算性能だけが考慮されることが多かったんですが、まあ、先ほどグラフでもお見せしたように、オールとオールというのはかなり実行時間が、かかってきてますので、全体全通信もちゃんと自動チューニングで最適化してやるということが、まあ、今後は必要になると思います。あともう一点言っておきたいのが、FFT の効率っていうのはかなり以前に比べて低くなってきています。なぜかというと、演算性能の伸びに比べて通信性能の伸びというのがかなり傾きが緩やかになってきてますので、どん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 オールとオールの比率がこの20年ぐらいで上がってきてます。ですので通信時間はどうやっても削減できないんですね。バンド幅は物量を投入すれば改善できるんですが、レイテンシーは物量投入で改善できないので、まあ、これは必然的な話なんですけれども、オールとオールの性能がかなりトータルの時間を占めてきてますので、エクサのスパコンだと、もう全ノードを使ってオールとオールをやって FFT をやるっていうのは、まあ、かなり厳しいというか、現実的でなくなってるっていうのは、机上の計算からでもかなり分かってきていて、なので今後ちょっと FFT の話を今日先週と している最後でこういう話をするのはちょっと難なんですけれども、あんまり FFT に頼ったアプリを書いていると今後エクサに対応できなくなる可能性があると個人的には考えています。ですので例えば
東大の押山先生、岩田先生のグループでやっておられる RSDFT みたいに FFT に頼らないっていうアプローチっていうのが、まあ、今後ますます必要になるんじゃないかなと考えてます。ただ依然としてやっぱり FFT っていうのも物質科学のアプリでは使われる計算ですので、まあ、そういう場合には、今まで使っているプログラムをそのまま使い続けるのではなくて2次元分割とか3次元分割とかきちんとスケーラビリティを向上させる対応を、アプリケーションユーザーもやっていかないといけないというふうに考えています。あとはやっぱり GPU マイク等のアクセラレーターっていうのはもう今後使われますけれども、やっぱりどうしてもその CPU のクラスターに比べると MPI 部分がアクセラレートしてくれませんので、まあ、状況はますます厳しくなるんですけれども、まあ、それでもいろんなエンバピッチ2の新機能とかやっぱり出てますので、まあ、いろんなものをオーバーラップさせて、まあ、隠せるものは隠していこうということを、まあ、FFT に限らず物質科学のアプリケーションではやっていかなければいけないかなと考えています。はい、以上で終わります。どうも2週間にあたりましてご清聴いただきましてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。少し時間残していただきますので、質疑応答にしたいと思います。質問のある方、